じゃあ午後、じゃあ午後ですね、入ってきます。ちょっと多分ね、捨て張りちょっと貼るまでですね。とりあえずその捨て張りを貼っちゃうと掃除をしなくてはいけないっていうあれがあるんでとりあえずこの下っていうのはもう閉じて開けないんで、まああとはこの天井の床で、床じゃねえや、このなんて言うんだろう、砂、まあこの壁落として、まあここに窓を作りたいんですよ。なんでかというと、ここ客室にした場合、理想を言えば窓をこのここベッドにするんだけど、2段ベッドにするんだけど、ここを2段ベッドのところに小窓をね、ちょんちょんって小窓1個2個下に作ろうかなと思ったんですけど、さすがにね、そこまで俺ができませんので、でわざわざこの石膏ボードを切ってしまうってどうなのっていう感じです。多分まあ釘が効いてるところだから、石膏ボードだけをまあ丸ノコかなんかでやれば、モノタロウかなんかの簡易内窓はつけられる気がします。でもあれ結局外窓じゃなくて内窓なんで、であとはそのなんて言うんだろう、この建物っていうか、ここの土地かな、特徴として、ですね、まあ、あそこにも窓があるんだけど、風の方向としてこの襖のからこう、まあ、こういう風の吹き抜けですね。なんか季節風とかも偏西風もすごい強い吹きつける風があるんで、その多分風と地震で一枚窓ガラス、古いやつが割れてるんで、簡易窓にしてしまうとちょっとそこがまた脆くなっちゃうんで、それもどうかなっていう感じで今回ちょっと見送りです。まだまだ壊さなくちゃいけないのはこれ2段ベッドにするんで、まあ、この天井もちょっと抜いて、もうちょい2階の2段目のベッドを広くします。でその前に、じゃあここ抜いていきます。ここはまあ俺の部屋になる予定なんで、あれバール、ちっちゃいバールどこ行ったの？これは要修繕箇所で、どうしようかな、要修繕箇所で、修繕するところっていうのが、これおそらく窓なんですよ。これ外枠がないんですよ。窓の枠もなくて、自力で作ってあるだけなんですよね。だから普通窓の枠ってなんか段差になってるんですよ、なってて、その段差がないんですよね。この窓枠とここから吹きつけられれば、多分これ隙間入ってきてるんですよ。だからこれ水が濡れて乾いた後ふにゃふにゃになってるんだと俺は思ってます。あー、でもどうしようかな、ここの窓だよね、ここ窓枠とサッシなんだけど、とりあえずここは開かない窓でいいかなって感じです。なんでかって言ったら、内開きの窓でもいいんだけれど、ずっと網戸張りっぱなしの内窓の内開きの窓でもいいかなと思うんですけど、これ駐車場にした場合必ず車がドンまで来るんで、ここはまあ開く必要がないかなっていう感じです。こっちだけ開けばいいし、まあ、そもそも風の通しはいいからね。ただ多分内開きの窓
全部が全部全開にならなくていいんで、ちょっとどっかがね開けばいいくらいでいいと思います。じゃあまあ終わったハブって言うんだけど、ボードで簡単についてるだけでした。で、窓枠の構造をちょっと見たいけど、これ剥がしていいものか。でもとりあえずな、ここを
広く使いたいから、まあ、大体ここの柱からこれ廊下にするんで、うん、ちょっともうちょい狭くなるんだよね。だからどうしようかな。このクローゼットを、あとこのクローゼットスペースをロフトにしちゃおうか。このロフトにして上に俺が寝るか。超圧迫感半端な。まあそれとも、うん、まあ、二段ベッドを作る練習っていうことでどうにかしようかなって感じです。あとこれどうしようかな。これ取っちゃってブラインドでいいか。ブラインドでシャーってやればいいよね。あーでも結構アイディア湧いてきちゃったぞ。これ楽しみだね。はい、こんな感じで。